なんと、常任理事国は福島の1000万倍。都合すぎる事実がまた出てきました。実は22日にもってすごい量なんだと思う。あれ、質量でした。その中質量で0.5グラム。今回はこの衝撃発言と天才物理学者ただしの分かりやすい福島処理水について紹介していきます。一部その発言について見ていきます。これは皆さんが見てるんですよ。石化水で排水出しますよね。あの排水は下水処理場で処理して、そして川に流しますが、別にありとあらゆる水を全部取って純水にしてるわけでは全くありません。あれはちゃんと基準値があって、何々の量、大腸菌の量、何々の量とか、その濃度を基準値以下にしてるだけです。実は安定度が取ってる。だからそれで基準値以下にすれば、まあ安定だろうというふうに、流してる、ね。でも、じゃあ、その基準値以下だったらいいのかっていうんですが、すべての世の中の物質は、量が多かったら危険値だけども、少なかったら大丈夫っていうのがあるんですよ。例えば皆さんが、お醤油、醤油であるんですよね。あれは皆さん、毎日何が雑に食べる醤油になりますけど、あの醤油って毎日毎日取ってるから、実は、例えば1年間、あるいは一生のうちの使った醤油って結構な量になる。あの醤油を1回でガクッと飲むと、死にます、人間は。醤油でも死にますよ。なんで、じゃあ普段大丈夫かって言ったら、ちょっとずつ飲んでるから。つまり、濃度が大丈夫。大事なの。だから、こういうのも濃度で規制してるんですよ。だから、そういう意味で、その人間が危険でないものまで薄めて、それで流すというのは、防御力とか、工場先の量とか、実は22日にやって、すごい量なんだと思うんですよ。あれ、質量でしたね。空中質量でしたね。0.5グラムです。結構、僕に言ってくれたら、言ってるとありますが、あの人たちから含まれた、国連の常任理事国は、ある時期に、ね、大気内核実験をしてました。大気内核実験に放出されたトリチウムの量は、福島原発の1000万倍です。1年あたりですよね、福島原発の。1000万倍なので、まあ、少なくともですね、常任理事国の人たちが、1000万倍に届かないことになります。あなたたちはそれを出したんだけど、少なくともね。あるでも、ね、来ると思うんだって普通に出すからね、わー、バカさせて回収しませんとか、そういうことをやってるので、以前にこちらでも7つの質問、バカでもわかる質問であれだけ反対していた中国人を納得させ、黙らせたというエピソードも紹介しましたが、醤油の話もわかりやすかったですね。さて本日はそれでも禁輸に踏み切った中国の現状を見ていきます。日本では全く影響が出ていないのに、中国では自国の水産物も売れなくなってしまい、現地の鮮魚店から悲鳴が上がっています。チロチロチャンネルへようこそ。このチャンネルでは普段は車系、特に洗車系動画を多く配信しています。また最近では今回のような時事ネタに関しても扱っているんで、早めにチャンネル登録もお願いします。では行きましょう。中国は国慶節に入り、東電は5日から2回目の海洋放出開始を発表していますが、福島第一原発の処理水放出をめぐっては、日本は IAEA の指示のもと安全性を確認しているのに、科学的根拠もなく痛烈に批判していますが、中国は自国の水産物も売れず自滅しています。さらに中国は、手のひら返しで、首相が両国関係の改善を求める始末。最初に喧嘩を売ってきたのはどちらなんでしょうか？今回は自国の水産物まで売れなくなってしまった。もう振り上げた拳を下ろせなくなった中国について紹介していきます。中国が8月に日本から輸入した水産物の総額が前の年の同じ月と比べ、およそ 70% 減少していることが分かりました。これはもちろん原発処理水放出の影響とみられます。しかし、中国が日本の水産物が危険だと勝手に騒ぎすぎたせいで、自国の水産物も売れず、価格が急落する事態に陥っているんです。2023年9月16日、中国メディアは、福島第一原発の処理水海洋放出により、山東省の港町が大きな影響を受けていると報じました。その内容は、8月24日から9月11日にかけての第一次放出にて、
7788トンの処理水が太平洋に排出され、その影響の矢面に立つのは、海を頼りに飯を食う人々だというものでした。北緯35度以北の航海では9月1日に4ヶ月の、禁漁期間が終わり、漁船が一斉に漁に出始めています。現地の漁業関係者は、来年には、処理水が海域に流れ込んで魚やエビの生育に影響を及ぼし、漁獲量が減るのではないかと、憂慮していると伝えました。さらに水産業チェーンでも影響が出ています。数百の露店が並ぶ、入山の海鮮市場では9月9日夕方。本来であれば、禁漁解除後の書き入れ時であるにもかかわらず、場内が閑散としていました。ある露店主が、今日はマシな方、ここ数日は誰にも会わないことも多かった。今年の来客は多くて例年の3分の1程度。海洋放出が始まってから、多くの人が海産物を買いたがらなくなってしまった。新型コロナの時よりも客が少ないと嘆いていました。処理水を放出している日本でも全くこのようなことが起きていないのに、政府が勝手に大騒ぎをした結果、中国では自国の水産業にまで大きなダメージを与えています。中国は、日本の処理水海洋放出に対して、福島の核汚染水には60種余りの放射性核種が含まれており、トリチウムのほか、多くの各種の有効な処理技術はまだないと主張していますが、日本は放射性物質を除去する設備であるアルプスは62の各種を確実に除去するように設計されており、放出される水は中国側が言うような汚染水ではなく、十分に浄化されたアルプス処理水をさらに希釈したものだと説明しています。中国の有汚染水というのは、原子炉の内部に残る溶けて固まった燃料。燃料デブリを冷却し続けるために水を使うことなどから発生しています。汚染水は複数の設備で浄化処理が行われていますが、中でも鍵となっているのがアルプスです。アルプスは多種除去設備というシステムで除去設備です。アルプスは多各種除去設備という名称が表す通り、62種類の放射性物質を取り除くことができます。実は、東日本大震災が発生してから2年後の2013年頃までは、このアルプスが開発中であったため、セシウム以外の放射性物質を取り除くことができていませんでした。その結果セシウム以外の放射性物質を含んだ高濃度の汚染水を敷地内のタンクで貯蔵することとなっていましたが、アルプスが稼働した2013年以降は、高濃度汚染水から、様々な放射性物質を取り除くことができるようになり、このアルプスを使って浄化処理を行った水は、アルプス処理水と呼ばれ、敷地内のタンクに継続的に貯蔵されています。アルプス処理水は、アルプスでも取り除くことのできないトリチウムを含んではいるものの、大部分の放射性物質を取り除いており、セシウムのみを取り除いた。事故発生直後の汚染水とは、安全性の面で大きく異なるものとなっているんです。中国は科学的根拠も度外視で日本を批判したことで、自分たちの立場も危うく、振り上げた拳を下ろせなくなっています。日本の処理水の安全性に関する主張は IAEA によって支持されています。さらに IAEA による比較評価には、アメリカ、フランス、スイス及び韓国の分析研究機関が参画しており、どんなに中国が日本の処理水が危険だと騒ぎ立てても、賛同する国はなく、騒げば騒ぐほど世界から孤立していく状況です。さすがの中国も、どんどん世界から孤立していっていることに気がついたのか。中国共産党機関紙、人民日報系の環球時報が多くの中国人が処理水放出をめぐって日本に迷惑電話をかけていることについて8月30日の社説にて日本へ電話をかけることをやめるよう呼びかけたんです。迷惑電話をかけていた中国人たちは反日無罪、つまり日本を批判する行為をしている限り中国では政府から弾圧の対象にならないという安心感があったとされています。また評論家の関氏は、中国の政府やメディアがこの問題を誇張して、日本を攻撃するよう煽っているが、民衆の反応がいまいち盛り上がらない。この批判は最初から無理がある。というのも国際原子力機関が処理水の安全性を公表し、日本側も国際機関も科学的根拠を出している。一方中国政府側は何も根拠を出していない。もし本当に汚染水ならば、日本はなぜ日本の海を汚染するのか辻褄が合わない。
一部の人は政府の情報を鵜呑みにするが、多くの中国人は政府の嘘が分かっている、もう呆れていると語っています。本日の動画は以上です。忘れないでほしいことは中国も常任理事国であるってことです。冒頭で紹介した多田氏の発言には衝撃を覚えました。トリチウムどころではない深刻な汚染をもうすでに中国をはじめ、他の4カ国は実施済みなんです。中国はどの面を下げてってことです。今回の動画に関して意見や感想は気軽にコメントでお待ちしています。またチャンネル登録グッドボタン、あとついでにベルマークの通知ボタンもお願いします。それが何より今後のモチベーションにつながります。ではまた。